8月30日の調整で降下時間が 8.3 から 8.8 カウントに情報修正されたノーマル本庄実吉を紹介するよ。計略は指揮音で自身含まず味方の武力増やせ個人系武力上昇値の高い反面範囲は狭め 1.5 コス防衛陣契約を争う四天王陣と比べて自身が武力が嫌いな分だけ潰されにくい。その戦闘能力を差別に採用でき、低コスだから他に主力計略を入れることができる。便利なカードやけど、プロの 1.5 コス鉄砲は無理な、依然として圧倒的採用率を誇るのが情報に至る理由と思うよ。そのせいかたびたび強化されてかなりの性能になりつつある計略。今回広報陣の見せ所が試合終盤になるよ。余談やけど陣形の中では指揮音は最も必要式が軽いから青勢力の陣形内で式が軽くなったり効果が変わるタイプの計略と組み合わせるのもありと思うよ。一の方ここからは私自身の正義に従う。敵陣はどっちだ？飛べ！神宮塔をなめんなよ！飛べ！ぬわぎゃあ！飛べ！飛べ！切られる時が来たか。流派発動。二の肩バカチンガー。飛べ。見事だ。気安く触るな。敵陣はどっちだ？報復の時。見ろ肩見せ物。ここからは私自身の正義に従う。主に侍敵を斬る。くしょもや。どれや。見事だ。飛べ。死ね。バカチンガー。羽を焼かれようと。俺様以外は馬を降りろ。クオーフィーバカチンガークオーフィーガー立ち寄せよ。まだまだお立ち立て。you
見事だ。バカチンガー、主に侍、敵を斬る。気安く触るな。やられた。戦機解放。お前の志はそんなものか。ここからは私自身の正義に従う。戦機解放。いざ出陣。あなつらへし折ってやれ。バカチンガー、お前の志はそんなものか。バカチンガー。やられた。気安く触るな。こんな感じで四季折々離れしたパワーを持つ人形、転生も自由度が高くスペックの足を引っ張らないからおすすめの1枚。今回は2試合あるよ。いざ出陣。
様以外は馬を降りろ。武田の勝利のためこの命を燃やす。くせ者、神宮刀をなめんなよ。バカチンガ流派発動。二の肩前期遠慮なく一発ぶち込ませてもらうぜ。ぬわぎゃお立ち立て、ほら狙い撃て。決める。一の肩決める。おいおい、マジかよ。くそ、下がれ。クズが決める。こんなこともあるでしょう。どっちだ。バカチンガ、しかし離れずの距離で槍角判定を受けてずらす流れに持ち込みたかったけど、動きすぎて都合のいい突撃入ったのは黙っとけばバレへんやろ。ずっとボケ。流派発動。一の肩武田の勝利のためこの命を燃やす。お前の志はそんなものか。バカチンガ、死ね。あなつらへし折ってやれ。バカチンガ、おいおい、マジかよ。メガ、お前の志はそんなものか。勝利のためこの命を燃やす。神宮刀をなめんなよ。兄上、バカチンガ
貫け。こんなこともあるでしょう。互いに支え合ってこそ。ご視聴ありがとうございました。